Yes, mga ka-SG Pinoy, 20 points para kay Bobby Ray Parks at back-to-back win para sa Nagoya. Panoorin natin ang buong highlights.名古屋としてここどういう作戦で島根崩していきたいところですかね。ここはもう島根も別に人は狩野です。レイパークスジュニアインサイド、このルーズボールの中に入っていったのはドジャー、ドジャーに預ける、スルスルっと中にはレイパークスジュニア、ただドジャーが張本、外を使った、初めてのスリーポイント、レイパークスジュニア中に行く、このブロック、レイパークスジュニアはこれ193センチということで、まあ、かなりの身長差もそうですね、はい、あるはずなんですけども、はい、そこをうまく K 選手が高さでカバーしてます。東選手のスリーポイントを、はい、ただ、さらにスリーポイントで柔らかいされているところで、はいはい、まあ、いわゆる打ち合いの展開に、そういうポストアップしたのがエサトンです。中スルスルと入ってきた、カットイン斉藤、うん、いうところを試合の中で感じていくことも大事ですか。そうですね、やっぱり最初に どれぐらい体の当たりがプレーをしてやってますね。落ちます、クイーンに持っていった形ですね今は、はい、レイパークスジュニアのフローター、落ちるオフェンスリップ、ビフォード一人で行く、パークス、これはファールになりました、ツースローです。なんですけども、それでフリースローが外れるっていうことになると、はい、そのファールが成功してるっていう意味にもなるので、点は 10.8。 しかし拾って打ってくる小林、ファールです。あ、白浜選手ですね、うん、取った後のディフェンス、うんうん、これもパークスでいきますと、スリーを打った時にもエアボールになることが何度か見られている。東へ斉藤、クラークのフローター、さあ残り10秒切りました。レイパークスジュニア一人で行く、ファールになります。そしてこのフリースローを大事にしていきたいですね。そうなんですよね、ビハインドの名古屋、ここはしっかりと決めました。一つあるのでそこですね、終わり方ですね、はい、守りきる思いますが、パークス、パークスのフローター、さあ第3クラーク、クラークが指示を出します。ミスマッチですね、クラークと金丸になっている、クラーク、エサとスルスルっと入ってきたレイパークスジュニア、クラーク、ここミスマッチがある、クラーク、いいですね、そしてまたターンオーバー、ミスになりました。前半の中でターンオーバー、完全に名古屋の流れ、まあ、名古屋の攻撃としてはこの島根のファールを誘う、そんな攻撃にもなっているようですが、どうですか。ファールを誘う、パークス、パークスのジャンパー決まります。乗ってますね、パークス選手ね。さあ斉藤、オープンになっていたが下がってディープスリー、斉藤クラック、パークスが入ってきます。さあ点の取り合いの様相を、点斉藤一人で行きました。